エリザベス・アーデン 3P ホロー墓地にあるエリザベス・アーデンの墓。エリザベス・アーデンはカナダ出身の実業家。アメリカの化粧品ブランド、エリザベス・アーデンの創設者。本名をフローレンス・ナイティンゲール・グレアムといい、トロント近郊の町のオンタリオ州ウッドブリッジの中産階級の娘として生まれたと称していたが、実際は貧農の娘であった。25歳の時、兄について、 ニューヨークへ行き、製薬会社の帳簿係となって働き出した。そこで研究所にも顔を出し、スキンケアについて学んだ。1909年にエリザベス・フッパードと交友関係を結ぶ。二人の関係が解消された後、彼女は、かつての友人の名と、詩人アルフレッドテニスンの詩、イーノック・アーデンから、自身の仕事上の名をエリザベス・アーデンとした。これは、 自分の本名が気に入らず、よりエレガントで上流階級出身に見えるようにイメージして名付けたものである。このエレガントと上品さは彼女の生涯のテーマで、それは彼女が上流階級の夫人を相手に経営していたレッドドアサロンを中心に作り上げられていった。1912年、アーデンはフランスへ行き、フランスのビューティーサロンで美顔術について学んだ。 彼女は自身で作った口紅とおしろいを持って帰国。当時、メイクアップといえば、舞台の出演者と勝負のものとされており、アーデンは北米にモダンなアイメイクアップを紹介した。また、科学者、ファビアンスワンソンと共同で、顔用クリームを考案した。このベネツヤ風ビガンクリームはモレッタとアーデンスキントニックという、同じく共同制作の化粧水の成功で、 二人の長いビジネスの協力関係が始まった。この革命的化粧品が化粧品の成分配合に科学的なアプローチをもたらしたのである。1915年、アメリカ人銀行家トーマス・ルイスと結婚し、アメリカの市民権を得た。同年、海外販売を開始。1920年代から1930年代に、かけ、アーデンと常に競い合ったのは、ヘレナル・ビンスタインと、 今では完全に忘れ去られたドロシーグレーである。第二次世界大戦中、アメリカ女性が兵役に取られた男性の代わりに肉体労働現場へ進出するに伴い、アーデンも商品の思考の変化を敏感に感じ取った。彼女は家から出て働く女性のためにメイクアップと服装を指南した。また、女性兵士の軍服の赤い飾りと同じ色の口紅を売り出した。 アーデンの成功は化粧品にとどまらず、全身美容に着目し、ヨガをもとにしたエクササイズを考案し、郊外に、リゾートスパを開業したり、1943年からオスカーデラレンタやチャールズ・ジェームズを雇って、ファッション事業に参入した。場所をするなど競馬にも深く関わり、1943年にはメインチャンスファームという生産牧場を開設している。主な所有場に、 1945年の全米2歳、チャンピオンスターパイロットや、ロバート・トーマス・スミス長教の下、ケンタッキーダービーに優勝した、ジェットパイロットなどがいる。1960年代に、牧場で火事があり、小馬時代のジェットパイロットは、九死に一生を得た。万能クリーム、エイトアワークリームは、当初は、相馬の火傷を治すために作られたものであったが、 治療効果があったので人間の肌に合うように作り直して販売した。1962年化粧品事業への貢献からレジオンドヌール君賞受賞。1966年ニューヨークで死去し 3B ーーホロー墓地に葬られた。ありがとうございます。